こんにちは。今日は上腕三頭筋の鍛え方と今行っているおすすめの2種目をご紹介していきます。先に上腕三頭筋の解剖学的なお話をしてから2種目ね、エクササイズに入っていきますんで。で、上腕三頭筋っていうのはその名の通り3つのヘッドがあるんですけど、外側と内側と長頭で、この外側頭と長頭のエクササイズを今日行っていきますけど、外側頭を鍛えてあげると横から見た時に腕が太く見えます。で、外側頭を鍛える時っていうのはこういう単関節運動、肘の曲げ伸ばしをする運動がこの外側頭で、長頭っていうのはこの力こぶを作った時のこの下のラインを作ってるの。ここ鍛えてあげるとこう力こぶめくってやった時に腕が太く見えるんで、この筋肉だけはこう肩甲骨からつながってるんで、単関節筋って言うんですけど、二関節筋と肩関節を屈曲させた状態で、こう脇が開いた状態で曲げ伸ばしするもの、脇がね、こうフレンチプレスもそうですけど、長頭狙いの種目になりますから、その鍛え分けで今日行っていきます。まずはクローズグリップのベンチプレスから。で、最初に行う種目はクローズグリップのベンチプレス、スミスマシンで行っていきます。これはこちら外側頭狙いです。で、もう一個三頭筋の特性って羽状筋と呼ばれるものができてるんですよ。平行筋と羽状筋っていって、この筋繊維の方向に対して斜めになってるのが羽状筋。単純に呼ぶとパワーが出ます。なので 5レップから7レップぐらいをターゲットにやっていきます。で、手幅を肩幅にしていただいて、みぞおちに向かって下ろしていきます。ただこれ下ろしすぎちゃうと三角筋の全部にちょっとストレッチかかりすぎるんで、やや手前で止めちゃった方が肩が安全です、肘も安全です。で、伸ばしきる。で、サムレスグリップの方、サムレスグリップで小指側に力を入れてあげるとより胸よりも三頭筋に入ります。で、もう一個その腰のポイントなんですけど、ベンチプレスのようにこうブリッジ作ってしまうと胸に入りやすくなるんで、僕の場合こう足を乗っけちゃって腰のブリッジをなくします。で、曲げた時に顎を引いて押し込む時に頭をつけます。こうするとより三頭筋に効かせられやすいですし、力入りやすいんでこのフォームでいきます。じゃあ5レップから7レップ狙いで20キロプレートが4枚ついてますね。よいしょ。5分取って2セット目です。重量も変えずにねやっていきます。これでナノグリップのベンチプレスは終了です。次ね、こちら長頭狙いの種目をやっていきます。次プルオーバーエクステンションなんですけども、ロープを使っていきます。で、先ほどの理屈で言うとこうプッシュダウンのように単関節運動だと、外側頭がターゲットになっていくんで、こちらに行きます。で、肩関節を屈曲させていく、脇を完全に開いた状態で伸ばす。これでこの
超等狙いになりますから、クローバーエクステンションで、ここからは少しハイレップにしていきます。それは今マンデルブロトレーニング中で、日ごとトレーニングごとにレップ数を変えていくんですけど、三頭筋も1種目目は50秒で入りましたけど、ローテしていくんで、今日ハイレップスの日です。52キロ、今ここからさらにこうグッと入れ込むとより超等にストレッチがかかるんで、脇を開くのがポイントになりますから、関節に肘と肩どっちも動かしちゃってください。2セット目やってみます。相当まで張ってます。はい、以上でね、三頭筋の2種目おしまいです。で、三頭筋はもうそれこそ前回の大会が終わってもう2ヶ月ちょい経ちますけど、もうこの2種目だけで、2セット2セットしかやってないんで、かなりセット数も少ないです。ただ腕のプログラムそこまで強化してるわけじゃないんで、腕ねもっと太くしたい方っていうのはまたもう1種目ぐらい増やしてもいいかなと思うんですけど、僕の場合これで十分です。またいろんなエクササイズご紹介していきます。ぜひね、参考になればと思います。初心者さんね、特に。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。